こんにちは、レンティオチャンネルです。家電レビューのプロ、レンティオ編集部がホットサンドメーカーの選び方とおすすめ商品を紹介します。なお、今回ご紹介するホットサンドメーカーはレンタルでお試しもできるので、概要欄の URL からチェックしてみてください。ホットサンドメーカーの選び方のポイントは8つ。1つ目のポイントは熱源のタイプです。ホットサンドメーカーの熱源は電気式と直火式に分けられます。コンセントにプラグを差し込んで電気で熱するのが電気式ホットサンドメーカーです。ガスコンロを使用しないため、コンロの口数が少ない場合やリビングなどキッチン以外の場所で調理する際にも便利です。またタイマー機能がついていることが多いため、具材をプレスして焼き上がりまで放置できるのもメリットです。直火式ホットサンドメーカーは2枚のフライパンを重ねたような形をしており、直接火にかけて使用します。火があればいいので、電源のないキャンプなどのアウトドアシーンでも活躍するでしょう。なお、直火式の中には IH にも対応しているものもありますので、自宅のコンロのタイプに合わせて選ぶといいでしょう。ホットサンドメーカーの選び方、2つ目のポイントは仕切りの有無です。ホットサンドメーカーのプレートに食パン1枚を半分サイズに分けるための仕切りがないものがシングル、仕切りがあるものがダブルに分類されます。シングルタイプは仕切りがない分、具材をたっぷり挟むことができて、ボリューミーなホットサンドを作れます。また半分に切った際に写真映えする断面を楽しめるのも魅力的なポイントです。ダブルタイプでは仕切りで圧着することでハーフサイズのホットサンドを作れます。最初からハーフサイズになっていて食べやすいことや、半分ずつ違う具材を入れることで2種類のホットサンドを一度に調理できるのもメリットです。ホットサンドメーカーの選び方、3つ目のポイントは焼き方のバリエーションです。焼き方のバリエーションもホットサンドメーカーごとに異なります。ホットサンドメーカーによって対応するパンの厚みや枚数が異なります。6枚から8枚切りが一般的ですが、4枚切りや12枚切りに対応しているものもあります。対応しているパンの厚みよりも厚すぎるとプレスが難しくなり、薄すぎるとクリスピー感が強くなってしまうので、普段買う食パンに対応しているものを選ぶようにしましょう。またホットサンドを一度に2つ焼ける機種もあるため、対応枚数もチェックしてみてください。ホットサンドメーカーにはパンの耳を圧着して閉じるタイプと圧着しないタイプがあります。パンの耳を圧着することでカリッとした食感を楽しめます。一方で圧着した際の硬さが苦手な場合は閉じないタイプを選ぶのがおすすめです。ホットサンドメーカーによってはキャラクターや模様の焼き目がつくものもあります。好みのデザインを選ぶことで見た目も満足のホットサンドを作れるでしょう。ホットサンドメーカーの選び方、4つ目のポイントは付属プレートの種類や取り外しの可否です。電気式の場合は付属するプレートの種類やプレートの取り外しについてもチェックしておきたいポイントです。電気式のホットサンドメーカーには通常の平面プレートの他にワッフル用やグリル用のプレートが付属しているものもあります。プレートの種類が多いほどバラエティ豊かなメニューを楽しめるのでおすすめです。電気式ホットサンドメーカーの中にはプレートの取り外しができるものとできないものがあります。電気式は丸洗いができないため、プレートが取り外しできると衛生的にも安心です。なお、直火式のものは上下のプレートが分離できると簡単に洗えておすすめです。それではおすすめのホットサンドメーカーを6つご紹介します。デロンギのマルチグリルエブリデイサンド&ワッフルメーカーはホットサンドだけでなく肉や魚も焼ける大きめのホットサンドメーカーです。付属のレシピブックを参考に、朝はホットサンド、夜はグリル料理など料理のバリエーションを増やせます。さらに油受けトレイがついているため、肉や油をヘルシーに焼けるのもポイントです。ブルーノのグリルサンドメーカーダブルはグリルプレートが付属していて、パニーニやステーキなど幅広い料理に使えるのがポイントです。1分単位で細かく設定できるタイマー機能や電源コードを巻き付けられるフックなど、使い勝手にも優れています。ホットサンドの焼き目が可愛らしい花柄なのも魅力ですね。アイリスオーヤマのマルチサンドメーカーはワッフルプレートが付属していて、1台2役で活躍するホットサンドメーカーです。タイマー機能もついているため、プレスしている間は他のことに集中できるのも魅力です。タルトやドーナツ用の別売りプレートもあるので、いろいろなお菓子を作りたい方にもおすすめです。トフィーハーフホットサンドメーカーはハーフサイズのホットサンドが作れる小型のホットサンドメーカーです。食パンを1枚しか使わないため、小食の方や子供用にもおすすめです。コンパクトなサイズなので収納場所に困らないのも嬉しいですね。ロゴスホットサンドパン BA は仕切り付きでハーフサイズのホットサンドが作れる直火式のホットサンドメーカーです。オリジナルのロゴで見た目も可愛く仕上がります。ハンドルが着脱可能なので、お家での収納やキャンプなどへの持ち運びがしやすいのもポイントです。
ニトリの IH 直火ガス火ホットサンドパンは IH にも対応している直火式ホットサンドメーカーです。フラット面とグリル面の2種類のプレートで上下を取り外してミニフライパンとして使うことも可能です。フラット面で目玉焼き、グリル面でソーセージを焼くなど2つのメニューが同時に作れるので朝食やお弁当作り、キャンプの時にも便利です。今回はホットサンドメーカーの選び方とおすすめ機種をご紹介しました。家電のサブスクレンタルサービスメンティオでは今回ご紹介したホットサンドメーカーの中でお試しできる商品もありますので、ぜひチェックしてみてください。またメンティオチャンネルでは今後もおすすめの家電情報や選び方をご紹介していくので、チャンネル登録もよろしくお願いします。